黄色い線が断面を表している断面は、ある三次元の物体を切断した時に現れる二次元の面のことである。横断方向に切断したものは、横断面とも言う。数学では、立体と平面が交わってできる面と定義される。断面の面積を断面積と呼ぶ。物体の断面を表した図を断面図と呼び、横断面を表したものを横断図、または横断面図。 縦断方向の断面を表した図を縦断図または縦断面図と呼ぶ。断面図は物体の内部を表現するのによく用いられる手法である。製図では伝統的に断面の部分には斜線が描かれる。定規断面とは河川を横断面の改修計画用横断面型など河川や道路等の工事である区間にわたって 森土や霧道を行うときその横断面の標準型で河川堤防の定規断面については河川管理施設等構造例に堤防上部の平坦部である天馬幅や乗り面の勾配等が規定されておりこれに基づき河川ごとまたは河川区間ごとに定規断面が定められている通常は乗り面の勾配は2割として稼働は中央に固定されて計画がなされている 材料力学や構造力学においては、荷重を受ける針、部材の変形を簡潔に表すため、断面積以外にも断面に関する様々な量が定義されている。ありがとうございます。